い、間違えしました。アマ美術大学縄張りバトルですね。よろしくお願いします。で、昨日の動画でですね、スプラトゥーン3がもし2020年に出るならば、任天堂スイッチではなく、新しいハードゲーム機、任天堂スイッチとは別の、VR とかなんか、そこら辺の、すごい機能がついたゲーム機で出るのではないかなって、ちょっと考えてお話しさせていただいたんですけども、もしかしたら、任天堂スイッチで出る確率の方が高い気がするんですよね。まあ、今、任天堂のスプラトゥーン2が出て、約3年が経つ頃なんですけど、ゲーム機って確か、大きいタイプだと4、5年ぐらいの年数が必要なんですよ。あ、これ逃した。あ、これ逃が、よし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 。で、4、5年。そう、4、5年必要なんですけど、なんか俺年表にまとめたの。ちょっと、口で説明しづらいから見てほしい、これ。一応今回は据え置きゲーム機だけまとめたんですけど、テレビでできるゲームだけまとめたんですけど、こんな感じになりました。では、各ゲームの生まれた年を見ていきましょう。ちょっと左上間違えちゃったんですけど、一番古くて1977年から、テレビゲームが出たらしいです。まあ、このゲームは俺本当に知らないんですけど、まあ、そこから、7年とか6年周期かな。最初の方は6、7年周期。で、だんだん日本の技術が上がっていくと、会社かな？会社の技術とか上がっていくと、5年とか、早くて4年ですね。キューブから Wii までは4年ですね。今まだ任天堂スイッチが出てからは3年ぐらいしか経ってないので、あと2年は待たなきゃいけないんじゃないかなとは思います。なので、スプラトゥーン3がもし出る場合、任天堂スイッチで出る可能性の方が高い。ちなみに、1、2、3みたいな、続くゲームで、同じゲーム機で出たことがあるゲームって、俺が覚えてるのだと、ピクミンとか、ゲームキューブでピクミンの1が出たんですけど、ゲームキューブでピクミン2の続編が出たので、全然、あることなんだよね。スプラトゥーン3が任天堂スイッチで出ることは。いや、ちょっと楽しみになってくんな。あ、ナイスナイスナイス、味方強い。味方が強いぞ。俺塗ってるだけで勝てるか？抜かれてる。いやー、でも任天堂スイッチで出てほしいなぁ。フレ、フレ。あ、強い強い強い。ハイプレイ勝ったぞ。ナイス。こっちからも敵が、こっちからも敵がいる。ヒレオだ。これヒレオだ。ここだろ。ヒレオだ。オッケーオッケー。ナイス、みんなで。みんなでヒレオ狩り。いやー、任天堂スイッチで出てー、お願い。もう何年も待つのやだ。今年出てほしい、今年3。早くやりたいの。まあ、2もすごい楽しんで遊ばせていただいてるんですけども。もうアップデないからな。わおわおヒレオ怖っ。え、みんな知ってる？アップデの時だけ、スプラトゥーンみんな一回戻ってきたんだよ。他のゲームやってる人も。なんでお前、入水自殺したね。自分から落ちてったんだけど。自殺願望者。あ、ヒデちゃん。ナイス、ナイス、ナイス。これいけるか？そこいる。これやってくれ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。いいぞ。みんなスプラトゥーン戻ってきてくれ。やっぱアップデあるとない、全然違うからな。新作だったらもっと違うぞ。新要素ってすげえ大事。スプラ3。やばい！ヒレオ来た！ほら出せや！スプラ2出せや！マジックだ！スプラ3出せや！よし。チャージャーの弾避けた。ほぼ勝ち確。おい、ナイス！あ、ここに、ナイス！おい、なんか敵陣地で煽ってんぞ！諦めて煽ってる奴がいる！あいつも多分、任天堂スイッチでスプラトゥーン3が出ろって、待ってるんだろうな。ありがとうございました。勝てた。結構圧勝しちゃった。いいね。相手チャーニーだもんな。